なんかさ、ゲーセン来たら太鼓の周りがいつもの雰囲気と違うんだけど、なんだ、なんかロケテストみたいな、そんなのやってますね。なんかこんな感じ、いつもはこの辺に太鼓があるんですけど、あれ、あ、でも俺この人たち知ってるわ。なんか YouTube の急上昇で見たことある。なんかそれのバーチャル早押しクイズが、ゲーセンにそういうゲームがなんか置いてありますね、期間限定で。まあこれを撮る前に僕さっきそこで太鼓やったんですけど、この YouTuber の人かな、 YouTuber の人のなんかリスナーさん、ファンの人がこの辺バーって並んでて、そこで太鼓やったけど結構恥ずかしかったなんかみんなに見られてて、あ、やりづらいなと思って。で、そっちでも、そこの裏にも太鼓があって、そこでやった映像もあるんで、ちょっとご覧ください。なんかすげえな、なんかこういうイベント、期間限定ロケテスト開催中。どうすればいい？太鼓集中できない、クイズの方に集中しちゃった。あ、でもセーブ取れない、最近斜めに見てるんでセーブ取れない。しかもこっち無理だからこうするしかない。ちょっともうやだ、別の台でやるか。楽園無駄にした。しかも面白いのがさ、俺とは正反対でさ、頭の良さそうな人がやっぱクイズ系やるのね。いや俺はね、俺からしたらね、ゲーセン来てまでねクイズやりたくないっていう僕勉強を全然しなかった人間なんで、ゲームでもちょっとねクイズ系はねやらないかな。僕はもうそういう本当チャランポランな人間ですね。クイズは全然やらない。漢字とかだったら好きだけどね。いや、やっぱね太鼓はこうでないとね。ここでやるか、ちょっとついてない日だ。